はい、今回のスタート地点はですね、ワンダーランドではありません。そしてサンキューでもございません。あのですね、まあ、もういつの間にか車がずっとこう車で埋まってしまいましたね。ちょっとぐるっと回りますからね。ここね、看板が見えてきますからね。はい、丸源ラーメンのですね、駐車場でした。今ですね、今日はですね、10月の30日、時刻はね、11時57分。20分ぐらい前にここに着いたんですけどね、ちょっと待ってくださいね。その時はね、8分ぐらいかな。それでも8分ぐらいでした。んで、もう今はですね、行列が、の一組目が出る、できるっていうぐらいだったですがよ。今日はですね、あれです。日曜日。だからでしょうね、かねてはもう少しね、あれが、満杯とかそれになるには時間かかるみたいだけど、やっぱあれでしょうね、家族連れで来られる方が多くて、1台の車から5人とかですよ、7人とか子供がいたりして、出てくる、来られる時がありますからね。それでですね、今日はですね、これからね、あそこに行きます。照国通り。照国通りっていうと、あれでしょう、通り。その建物とかですよ。例えば、照国神社とか。それから、何があるっけ。まあ、中央公園とかっていうんならわかるんでしょうけど、照国通りって聞いたときは、ん？何？思うかもしれないけどですね、実はですね、今日第1回のですね、歩行者天国をですねが開催されるらしいというかされるんですよ。で、10時から何時け2時ぐらいまでかな。で、通行止めの方はですね、午前10時から確か夕方の4時ぐらいまであるんですけど、歩行者天国は11時からその2時ぐらいまでって言いますから、まああそこに行ってちょっと撮ってきますね。やっぱり最初とかですよ、最後とかっていうのはやっぱり綺麗になりますからね。ちなみにこのですね、電停は二軒茶屋っていう、いや、で、交差点ですね、交差点名はですね、二軒茶屋なんですけど、そのね、向こう側に100メーターぐらいかな、のところにあれが通ってるんですよ。市電が、電車ですね。で、そこの、この辺りに、だから二軒茶屋っていう電線があるんですけど、ん？と私が思ったのは、電線を見てください。スズメは止まってませんけども、なんかほら全部黄色くなんか保護されてますよね。なんでけ？なんかあるんでしょうね。なんだろう。いや、ここほらなんかこう、祇園祭りとかなんかでこう高い、背の高いなんかがこう通るんだったら、この電線をカバーする意味であれかもしれないけど、左側を見たんですけどもね、左側もずっとしてありますがよ。ここを右折します。あ、ここまでだ。ここまでですね。こことね、後ろがどれくらいだ、ちょっとわからん。こっちは何もないですね、電線ね。あ、こっち右側して、あ、してある、してある。いや、正面のほら、あれがわからなかったけど、左右はしてありますね。黄色の被膜がしてある。ここまでかな。
あですね、ここまでがね、ですね。あ、こっちあれが、あ、電線を取るんですよ、多分。ここはほら、今見て、今気づいたけど、あれですよ、電線がないですよ、ここは。だから、スズメ 止まったところがないんですね、ここはね。いや、知らんかった。いや、ほんと知らんかったです。ここが電線がないっていうのを知らんかった。何がしちゃったのか。へえ、いや、気づかんもんですね。だからあれですよ、景色がすっきりしてます。あ、それとですね、この前ちょこっと言ったんだけど、まあ、脳内住民って私は言いますけど、なんで脳内住民っていうかというと、一人でほら、何役かの、あれで、まあ、上手な落語家さんがですよ、一つの落語の中で、大江さんとか、それから、何っけ、アブさんとか、それから、お、左行きます。の人たちをこう、声色で、ちょっと待ってね、ここはね、信号はね、一旦停止しなくてもいいんですよ。左右確認して。声色をこう、使い分けるじゃないですか。で、私の場合は、声色を使い分けるとか、そういう器用なことできませんけれども、鹿児島弁のですね、昔の鹿児島弁。昭和30年ぐらいまでだろうか、多分ね、昔の鹿児島弁のはですね、私なんかの世代の、そうですね、10年ぐらい後で多分ね、もう絶滅危惧種のね、仲間入りをしてると思うんです。ですからね、それをね、残すためにね、どうにかせんないかんと考えてたんですけど、なかなかね、例えば、なんっけ、私の、リスナーでもあるし、私も向こうのリスナーでもあるんですけど、薩摩の少年ジジイチャンネルの、重安藤龍さんのですね、この本間もの鹿児島弁なんですよ。ですからそういうようにお互いでこう、その何ですかね、日常の会話、今日はどこ行っと、今日はどこに行くのっていうことですよ。いや、まだ決めちょらんと、いや、まだ決めてないよって、あいたって、そげなことせんじさって、ああ、そんなことしないでよ。ちゃんと決めてからにしてよ。っていうの。そげん、先日もちゃんと決めてからしっくれんのかい。っていうようなやつを、実際に、重安藤流コンビはやるんですけどね。いや、もっと中身は濃いんですよ。だけど、私の場合、ほら、隣に、乗せる人がいないし。ほんで、当時の、鹿児島弁を喋る人はいないですからね。もう先輩なんかいるんだけども、これですからね。で、中高生の頃、お住まいになった先輩が今どこで何をしてるかっていうのをね、消息さえもつかめないんです。ここ右行きます。あ、ここは一本桜っていうね、交差点なんですけど。それで、まあ、しょうなしにですね、一人二役をするわけです。で、さっきの、はい、なんでその脳内住民っていうかっていうと、初めて聞いた人がですね、聞くと一人で何役かするわけですよ。面白い話ならいいけども、大して面白くない話をですよ。で、その時戸惑うんじゃないかと思ってですね、脳内住民っていう名前をつけてるんですけど、名称を読んでるんですけど、まあ自分とは違うですね、種類のキャラクターをですね、何人か、ちょっと待ってくださいね。あ、ここか、桜島がちょっと見えますね。何人かですね、作ってですね、で、彼女らとですね、あれをするんですよ。
ここね、そうですね、ちょっと話を変わります。ここね、あのあれ、中郡陸橋、まだそこ、そのどっからが中郡陸橋になるかわかんないけど、要するに、これリスナーさんの方から教えていただいたんですけども、ほら中郡方面で書いてありますでしょう、さっきの、紫丸の一本桜からですね、下にこう降りる、あ、この辺も言うのかもしれんですね。で、別のリスナーさんから、ここが好きだっていう、多分ここだと思いますけど、で、あれ、コメントいただいた時、私が別のところをですね、ここが中郡陸橋ですって言ったのがあったもんですが、それをね訂正する意味でですね、今日はねこっち来ました。はい、正面に桜島ですね。やっぱいいですよね、この左右の何ですかね、壁がなかったらもっといいけど、でもねやっぱりこの辺りの住民の方々のプライバシーというのもありますからね、はい、そういうことでですよ、これからはですね、脳内住民の、人たちとですね、バンバン登場させます。なんでバンバン登場させるかというとですね、すいませんね、ちょっと喋りが早くなってしきましたけど、ゆっくり言います。なんでですね、そういうふうにするかというと、鹿児島弁を鹿児島弁を、昔のですよ、私たちが使ってた鹿児島弁を会話形式で残すためにはですね、こういう実際のリアルドライブの時にはですね、なかなか行かないんで、ちょっと待ってくださいとか、ほらやっぱり安全運転が最重要です、最重線ですからね。だからそれを会話にあれですよ、そのストーリーを考えて言うんじゃなくて、もうその時その時思いついたのをパンパン言うわけですから、ちょっと待って、こういうことですよ、こういうところにやっぱり車がいたりすると話をこう止めたり、せんないかんですからね、ですからこういう時にスムーズにいかないんですよ。で、脚本も、いや脚本もじゃない、そのストーリーも決めてないところにああいう状態になったりで、ちょこっと話を変えたばっかしに自分が何を言おうとしてたのかを、あ、ここだ、ここ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 いかんない、メイン、ここからですね、左、ここ工学部前交差点です。それでですね、この前私がですね間違えたのはここだったんです。ここをですね中郡陸橋と言ってしまってですよ、いや思ったんですよ、なんで中郡渓谷かと思ったんだけど、自分がそれを勘違いして言っているということにも気づかなかったんですよね。ですからですね、ここ反対側からこの前来たんですけどね、ここですよ、ここはね、だけどね、分かりやすい正式な名称はないみたいですがよ。だから私の動画の中ではこのおまかせテレビだけのあれで検索キーワードっていう感じでですよ、工学部前螺旋陸橋、それぐらいにしましょうかね。もうこの動画内だけの話、おまかせテレビだけの話ですけれども、それでもいいんじゃないですかね、 YouTube だしって言うとおかしいけども、だってほら正式名称があればきちっと言うんですけども、なかればですね、あれですからね。それでですね、今のところも一回ね、グリッとこの今左側に太陽があるんですけど、太陽図書店がありますけれども、そこ
こう、そこ入っかで食っとけ。独り言です。入れると思うんですけど、一応ここ左側はですね、新川、新しい川とか。それで、バイクもこっちに来たから渡れるんです。ほんでここがですね、塗装橋。はい、ここを左ですね。ああ、ちょうどよかった。あの、今とほら、前に、なんか目玉焼きみたいな感じの、これがね、太陽のマーク。で、その右側に水色の、ちょっと迷彩的な、こう、あれがしてありますけど、塗装幼稚園。ここはですね、あの、長渕中一さんも出たらしいですよ。出ました。いや、あの、あれです。あの、らしいっていうのは、やっぱり人からでいただいたあの、コメントはですね、やっぱり、あの、自分で確認したあれじゃなくてっていうか、それをですよっていうと、自分がですね、あの、それを調べたような感じがしますけれども、あの、リスナーさんから教えていただいたのはですね、あの、リスナーさんのに感謝を込めてですね、らしいですよ。リスナーさんから教えていただきましたっていう感じになります。はい。ここはですね、さっき言いましたよね。ここを降りるとですね、あれです。高額前電停。はい。ここはですね、桜島がよく見えるんですよ。だから私が勘違いしたのは、桜島が見えて、ほんで住宅も見えてってなったら、私の友達がですね、ここを一押しだったんですよ。だからそれが頭にあったんでしょうね。だからここを前間違えた名称で言ってしまいましたけれども、今回からですね、ここは塗装立教じゃないよね。塗装立教ちょっとまたおかしくなりますかね。工学部前のですね、螺旋立教って言います。でもし正式なとかですよ、それに代わるなんかこう簡単で分かりやすい名称があったら言ってください。もうすぐあれしますから、やり替えますから。はい。そしてですね、ここがですね、塗装のね、電停ですね。幼稚園の頃ですね、あの、電車に乗って、ここあたりにですね、芋掘り。その頃は辛い芋掘りっちゃったんですけどね、さつまいもですよ。のね、農林1号かね、農林2号。これはね、幼稚園の先生がですね、これから、あの、私たちが掘りに行くのは農林1号か。かわいいわなかったですけど。農林1号、もしくはね、農林2号ですよって教えてくださったんですよね。はい、話変わりますけど、この左側、杭が立ってるでしょう。これね、もうこの前も言ったんですけどもね、私立病院前にあるんですけども、マックスバリューっていう、その今の塀があった、にゃ掘りが、にゃ杭があった、あれの左側にマックスバリュー、上原田店っていうのがあるんですけど、その正面からですね、あそこの、こういうことですよ。やっぱほら、あの、今前から車がこうちょっとこうこっちレイン出てきたでしょう。やっぱりね、ああいうのが来るかもなって思って、運転してると今喋ってることをですね、止めないかんとですよね。でその時に、さっき言った、脳内住民の先輩とか夢子姉さんを呼び出して、あよこん前さあんたはよとかいう、こう会話がこうトントントンってこう行くような時に、今みたいに、いや前の人は全然邪魔しないんですよ、今の前の車。ただ、あの、私の方がですね、
それを予測せんないかんからということで、黙ってしまうわけですよ。そしたらこう聞いてらっしゃった方も、せっかくにこれから面白くなるかもと思ったのに、何やこの人は、もう聞かん、うん、プンプンって言われるかもしれないからと思ってですね。でそれを、すいませんね、話がち行ったこっち行ったりなんですけども、するためにはですね、アーカイブ動画の、ノンストップ映像にですね、アフレコで、吹き込むしかないんですよ。そしたらほら、カーブとか、それからこう街中の、交差点とか、そこあたりを走ってても動画上ではですね、そのままずっと喋ることができますからね。ただね、そういうアフレコをするにしてもですね、急にはできないんですよ。だからその練習をこのリアルタイムのこのような動画の中でちょこちょこっとこうしようと思うわけです。分かっていただけましたかね。まあ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 、そういうことですよ。ですから、それとですね、いろいろとまた特徴を持たせますからね。こういうところもね、こういう時でもですよ、やっぱり、どういくのかなっていうのがありますからね。はい。話やっぱり止まりますもんね。こうやってなんかこう、コトンチ牛とから音がすればですよ。あれはビデオスライダーのですね、あれが、運搬機がちょっとブレーキをかけるのを忘れてたためにコットンコットン言うんですよっていうのなんかも言わないかわけで。ですね、久しぶりに中央駅のロータリーに行ってみましょうか。っていうのが、もうほら、なんか、旅っていうのは旅行の時のお得なクーポンとかですよ。GoTo なんとかっていうのはあれで、少しずつ、日本の国内の人もそうだし、日本人の人もそうだし、外国からもですよ、個人旅行者も受け入れられるようになったんじゃないですかね。だからそういう、あれをどげなもんじゃろかい、どんなもんかなと思ってですね、そこの中央駅のロータリー、それとちょうど前にほら、陸橋みたいなのがありますでしょ。あれはね、ペデストリアンデッキ。もって今見てみると、まあそこそこですね、そこそこ利用客が増えたみたい。あ、結構あれですよ、ここ左手の信号待ちをしてる人よりかは今動いていらっしゃる人の方が多かったみたいですね。いい天気ですね、本当ね。今の電車は鹿児島ユナイテッド FC 号っていう、看板、後ろの方に書いてありましたけど、あ、今ですね、右の方の歩行者を見てるんですけど、やっぱりね、ここ下を通る歩行者も結構いらっしゃる。まあそうですね、ここやら信号待ちは5分ぐらいせんないかんじゃないですか。だから5分間でこれだけっていうことはまだ少ないか。ちなみに今12時21分ですから、案外ペデストリアンデッキの利用者が多くなったのかもしれませんよ。それとね、ここ左折しますけど、左折したらすぐ上を見てください。それはね、
昔からあるね、昔からって、ちょっと歴史があるっていうか、1、2年前にできたペデストリアンデッキですけども、それはね、結構渡ってる。あ、だけどあの、下の方の横断歩道はね、相変わらずですね、ここですよ、ここ。私は右に行きますけど、ここがね、結構ね、問題になってるみたいですよ。信号のない、あれで。横断歩道でやっぱりほら、係員の方がいらっしゃらないと、っていう感じ。あ、あれですね、クリスマスの、用意はできたみたいですね。アミプラザ前のですね。あ、それと気のせいか人は多いみたい。旅行客かどうかわからないけど。はい、ということでですね、この動画はここでお開きになります。ありがとうございました。